ガレージともきちです。今回は、このね、前々から作ってる、三菱のギャラのね VR4 を昨日かな、エアブラシでね、ボディとかでこの後ろのね、リアウィングですね、とかここにもあるバックミラーですねを色を拭いてみました。で、内装はねエアブラシではこの座席ですね、これまだこのねこのまあダッシュボードとかのね色に、していきたいと思うんですけど、まだとりあえずシルバーで、置いています。はい。で、まあね、この足回りですね。足回りはコブラブルーですね。フィニッシャーズのコブラブルーで、こういう風に今はしています。で、もう一度ね、筆塗りなんですが、まあこのね、バネとかね、そういうとこを色分けしていきたいと思います。はい。で、実は、この、ボディの色はね、下地に、ガイアのガンメタのサフをね、拭きまして、で、その上に、ガイアのパープルですね、の色をエアブラシで拭きました。で、それが乾いた時に、このね、まあ、言うたら、20センチか25センチぐらい離して、で、まあ言うたら遠目でね、コブラブルーを拭きました。なら、紫が残ったままの、コブラブルーの色ですね。はい。まあ、光の加減で、ね、色が変わったりとかする状態にしてます。僕、ね、個人的にはこの色が、気に入ってるんで、まあ、これもね、僕、ちょっと、どうなるかなと思って、試しで色を拭いてみましたが、こんな綺麗に、紫も残ってるような感じの色に、なって嬉しいと思います。はい。まあ、ね、こんな感じで今ちょっと進めていってますが、明日ね、明日、他の、これ一旦ちょっと避けます。他のね、足回りですね。これは、マフラーですね。これも、グレーサフを拭いてから、その上に、アルミシルバーですね。を拭いていきたいと思います。はい。で、こっちの、ブレーキパッドとかローターですね。は、まあ、ブレーキパッドのとこら辺は、ちょっとね、赤色か、まあちょっと、色をちょっと考えますけど、色分けしてみたいと思います。このローターのとこはね、シルバーですね。アルミシルバーかなんかにしていきたいと思います。はい。で、まあここにね、インタクラー、とかついてますが、これもアルミシルバーで拭いていきたいと思います。で、こちらのね、グリルなんですが、こっちは黒色
か、まあちょっと考えますけど、そういうような暗いような色にします。はい。まあいろんなとこをね、色分け、ちょっと明日、もし晴れてたらします。今日みたいにね、晴れてても風がすごかったらできないので、ちょっと天気の加減で、やることが変更になると思いますが、一応ね、こういうふうに今、バラバラに、まあ、して、色分けを、する前です。はい。まあ、なかなか、いいと思います。で、こちらの紫を残した色の、コブラブルーの色と、で、前にね、色を吹いた、これもね、ガンメタの上に直に、コブラブルーを吹いてるんですけど、ちょっと黒っぽいような、色のやつですね。これ R32 の GTR なんですけど、こんな感じの色です。ちょっと黒いような色です。はい。で、こっちが紫っぽいようなね、残った感じのコブラブルーになってます。はい。それと、もう一個ね、今日5月の9日なんですが、昨日と同様ね、ホビーショップメガドックさんの移動販売がありまして、で、そこでまたね、今日も車じゃないんですけど、ジオラマを買ってきました。はい、この箱庭シリーズですかね。の山の温泉宿、はい、これを買ってきまして、で、この箱にはね、秋の季節のやつを書いてるんですけど、僕もね、こんな感じにはならないと思うんですけど、秋の風景にしてみたいと思います。はい、はい、まあこんな感じで。こんな感じでもありますので、ちょっとずつね、また僕もこういう感じにね、一個ずつ増えていってますんで、作るのが楽しみになってます。はい。まあ、こんな感じでちょっと一個ずつね、丁寧に綺麗に作っていきたいと思うんで、よかったらこの動画も見てください。で、次の動画もね、ちょっと進んでると思うんで、そちらの方もよかったら見てください。それではガレージ友吉でした。お疲れ様でした。バイバイ。